とは最後の仕上げ。アルビン、グッドタイミング。二人ともちょっと付き合って。こんにちは。ん？おお、リーゼ・マクシア人の記者さんか。何か用？実は俺のリーゼ・マクシア館から書かれた記事か。ダメでしょうか？ダメっていうか、それって俺にどんなメリットがあるんだ？え？報酬なりなんなりの見返りが必要ってか。やっぱあんたエレンピオス人らしいわ。だからこうやってネタになるんだろう。感じ悪いエレンピオス人代表としてはただ働きってのは割に合わないな。別に意地悪で言ってるわけじゃない。仕事ってのはそういうもんだろって話だ。わかりました。お金はその難しいかもしれないけど、代わりに私ここの掃除します、毎日。あ？って言っても会社には行かなきゃだから朝と夜だけになっちゃいますけど、私接客経験あるし、売店の店員とか備品補充とか何でもします。絶対にあなたに迷惑はかけません。だからお願いします。わかったよ。そこまで言うなら好きにしてくれ。ありがとうございます。リーゼ・マクシアからのエレンピオス館ってのも気になるしな。ただ手伝いとかそういうのはなしだ。へえ、ただ働きでもいいって？よくはない。ただなんていうか、これじゃ俺が本当の悪人みたいだろ。できた原稿は掲載前に確認に届けます。わかった。いい記事にしてくれよ。うん、リーゼ・マクシアからの視点にも興味持ってくれたみたいだし。責任重大だな。そうだね。よし、ラストスパート。ルドガー、今日家に泊めて。徹夜で原稿完成させちゃう。お前いくらなんでもそれは。集中したいの。会社にはまだ私のデスクないし、みんな一緒ならいいでしょ。お願い、ルドガー。だとそう、もう少し付き合ってやるが。ありがとう。よし、朝一で絶対編集長に提出。燃えてきた。じゃあ早速始めちゃいますか。ごめんルドガー、しばらく部屋借りるね。うっかり居眠りするなよ。しませんよーだ。レイヤ、原稿を届けに行ったみたいだな。まあ気になるわな。行こうぜ、まだ近くにいるはずだ。こんなに取材したってのか。はい。本当にど根性が取り柄だな。いいだろう、乗せてやる。え、本当ですか？この記事書いてみてどうだった？私ったら、今まで書きたいことを選んで感じたことを思うまま書いてるだけで、今回その原稿のためにいろいろ取材して、それじゃダメだって気づけました。私たちの仕事には偏らない視点と、読者が記事を見てどう思うかしっかり考える、そういう公平さと責任感が本当に大事なんですね。お前の場合、考えるより動く方がいい結果につながるようだな。その持ち味忘れるなよ。これでレイヤーも一人前かい？まだまだ。あいつは入れ込みすぎて内容が偏りがちだ。
情報がどう影響するかの予想も甘い。が今回ので新聞屋としての心構えを見出した。足で稼ぐ根性もある。見込みはあるな。よっこ、あまり調子に乗らせないでくれよ。よかったな、編集長認めてくれたみたいで。聞いてたんだ、ありがとう。みんなのおかげだよ。これからもバリバリ頑張るから、取材の時は協力よろしくね。了解。ルドガ、分子世界のことやこれから起こることも私ちゃんと見て考える。そしてそれを世界のみんなに正しく伝えられるように頑張る。そうすればきっと